どうもおはようございますこんにちはこんばんは本日もご視聴ありがとうございますよろしければチャンネル登録コメント高評価お待ちしておりますよろしくお願いいたしますということでですね本日お話ししたいことはコロナでとても不安な日々を過ごされている方も多いのではないかなというふうに思います雇用の問題や生活お金外出自粛 この期間がいつまで続くんだろうこういった雰囲気はいつまで続くんだろうというふうに思われている方がとても多いんじゃないかなというふうに思います私もそんな中の一人ですでこのような状況の中でどのような気持ちで過ごしていくのがいいのかなというふうに私も思っておりまして今の現状私が思った一つの答えというかそういったことを まあ共有できればなといいううふうに思ってお話しいたしたます結論といたしましては自分がどのようにこれから生きるのかということをネガティブな面もポジティブな面も考えておいてそうなった時にどのように決断するかというのをすでに決めておくということと今の経験を生かして必ず良くなる というふうに信じてその結末をしっかりと頭に描いておくことこの2つだと思っておりまして私の場合はですね最悪自分が感染して家族も感染するかもしれないそういったリスクを危険に感じた時はすぐに逃げるただいま私の場合はお仕事させていただいておりましてお仕事の日は外に出なければなりませんそんな仕事ももう身の危険を感じたら もうすぐにやめるなり休むなりもうしようって決めてますやっぱり命あってこその労働でもありますし人生であると思いますので私や家族の身が危険になるかもしれないということを感じた時はすぐにそういった行動に出ようっていうふうに決めましたそしてそうでない間は今私がお世話になっている職場の皆さんや 店長、そういった方の感染対策お店としても感染対策っていうのをしておりますのでそういったことのお手伝いを全力でしたいなというふうに考えておりますそして2つ目の、まあ、今の経験を生かして将来に対する気持ちを既に持っておこうという部分なんですけれども今のような事態っていうのはほとんどの方が体験したことのないことだと思うんです。 なので今私たちにこのような現実があるっていうのはポジティブなふうに見れば大きな苦労なんですよね大きな苦労でもありますしこのような時代を経験したということは絶対に将来に生きてくると思います楽観的に大丈夫だろういつか落ち着くだろうそういった気持ちではなくて今私たちにできることそしてこのような状況でも生きていくためには ということを考えておくことでまた同じようなことが起こったときに対応もできますし昔こんなことがあったんだっていうことをしっかり胸に刻んで生きていくことで自分の生きる糧にもなっていくんじゃないかなというふうに感じますそう信じることで今を過ごすこともできるのではないかなというふうに思います申し訳ございません少し漠然とした話になってしまいましたが本日は ここまでです皆さん頑張らなくてもいいですけれども不安な日々をポジティブに変える力で生きていきましょう皆さんに少しでも笑顔がありますように本日もご視聴ありがとうございましたそれではさようなら